前回のビハインドザスクリーン、父親殺害事件の詳細が分かってきました。1970年代ということでね、かなりね、あのなんていうんですか、ナウイメガネかけてはりますよね。イニシャル D のお前、イニシャル D に出てくる樹じゃないのかお前タクミーっていう顔してるよお前。ちょっとカーネル・サンダース見ようぜ。象の後ろには子供の筆跡があります。お前、わしわーいわしわーいって言うて言わなあかんやろお前。わしわーいって言わな、お前もう入れてもらえへんぞお前。ほんで行くぞ、行くぞ、いいか内山くん、内山くん行くで、そのちょっと出っ張ったところ頭気ぃつけろ行くぞ内山くん、よいしょ、はい。ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。ビュ、ビュ、ビヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。ビハインドザスクリーンスイッチ版、続きをやっていきましょう。はい、こちらのゲームの舞台は1970年代の台湾。一人の主人公の幼少期から人生をたどっていき、今後巻き込まれていくであろう事件の真相を解き明かす、そんなゲームでございます。はい、チャプター選択ということで、今ね第1章幼年時期なんだよね。はい、前回このカゴの中の鳥といってね、なんかキツツキ組っていうね、クラスの教室を抜けたところまで行きましたよね。行きましょう、チャプター4、ひっそり。あ、そうだそうだ、あ、久しぶり、月、久しぶりって言ってもね、一日ぶりだけどね。どうして職員室に来ちゃったんだろう。とても怖い、先生はみんなお尻を叩く。さ、いらんことしたからでしょ、いつきが。先生に見つかる前に一つのドアに行かないと。もう一つのドアで、これ何、これ前回もね、ちょっとなんかこんな幽霊みたいなね、なんか黄色いこの幼稚園児の帽子みたいなかぶったやついるよね。これ何調べられんの。なんで見ているの、寒すぎて包まっててはダメなの。だってどういうこと、どういうこと。とっても暑いよ。いつ出られる？あ、右の幽霊は暑いんだ。で、真ん中が寒くて、お前はなんなん？ちょうどいい適温とか言うの？今何時？そうね、だいたいねとか言ってる場合じゃなくて、どれだけ経ったかわからない。全身に蜘蛛の糸で巻かれちゃったの。お前だけ何？なんか突拍子もないこと言うね。関係ないのか、これは。なんでこんなにいっぱい、なんかほら、本みたいなのね、置いてあります。なんか一つの部屋に行かなければならないとか言って、あれ？今勝手に進んだよ。お、誰だ？ん？あのガキたち、おとなしく立っているかな？これなんやろ？先生かな？綺麗な七三ですね。なんだなんだ？どうしよう、先生が来た。どうしよう、どうしよう。誰か、そこにいるのか。あ、なこれ。早く、私たちのここに隠れて。あ、助けてくれるの？バレてんちゃうか？まさか、真っ昼間からお化けでも見たか？あ、やり過ごしたね。どうなった？ふう、危なかった。だから、匠っていう顔すんのやめて、お前。私たちは、ここに何年も閉じ込められているの。お願い、私たちを助けて。いや、お前らたくさんいるからな。あ、なにこれ、あ、こうやって、なんか、ぬいぐるみのね、中に隠れれるんだ。あ、ステルスアクションだ。で、これ歩くと、なんかちょっと波紋みたいなんね、出るよね。これ足音とかじゃないか。そういうことじゃないか。ステルスアクションだ。あ、やばい、先生来たぞ。一旦隠れろ。ちょっと先生首長くないか？あ、めっちゃ先生いるやんか。やばいやばい。隠れろ。あ、
ぬいぐるみの中動けるぞ。はあ、ちょっと待って、ひときわ怪しいぬいぐるみがあるんだが、辿っていっていい？なんかこの白いこいつだけなんかちょっとサイズがサイズが全然違うぞ。お前先生も気になってるぞ。お前、わ、なに、おお、めっちゃ音鳴るやん。お前危なかったね。はあ、ステルスアクションです。おそらくね、このライト照らされてるところ通っちゃうと見つかっちゃうんじゃないか。さあやり過ごせ。オッケー、よいしょ。あ、なんだ、誰がそこ、誰がそこにいる。あ、ん、おお、ひろあき、うん、捕まえたぞ。お尻ペンペンだ。リスタートの位置がカオス。ちょっと待って、あのリスタートだったらもう最初からとかでいいよ、うん、僕ここでさっき捕まったんだよね。誰かそこにいる、うん、は見つかんのそこ。あ、またお尻ペンペンされるやんか、首の長い先生に。うん、いやだからリスタートの位置をもう一気に行ったらええんか。あ、見つかるね。そういうわけではないんだ。あ、わかったわかった。これ机の下とか無理か。ここは、あ、無理か。え、ちょっと、ええよ。遊びがないなぁ、このゲーム。こう行って、こう行って、こう隠れるんでしょ、ここ。ここ、こう行くんでしょ。あ、なんだ、手が現れたぞ。よいしょ、なんかあるぞ。これなんだ、ん、アンロック。血のついたハンカチ。ちょっと見てみようぜ。うん。え、血の色の春の夢。うん、この赤く染まったレースのハンカチがどこから来たのか誰も知りませんが、女の子たちはこのハンカチを持っていれば早く成長して大人になれると盛んに噂をしています。ある日の午後、お昼寝の時、女の子たちは代わりばんこにこのハンカチを握って寝ていました。隣のクラスの先生が怒って没収するまで。うん、あ、そうなんだね。なんで血がついてるの。オッケー、何しか手に入れたんだね。お前は、お前は、ちょっと待って、 お前ハンカチよりお前の方が気になるんだが、あ、これ何も、これ何も触れないの。あ、そう、よいしょ。あ、いるぞ先生、気をつけろ。よし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 、あ、やばい、来るぞ。オッケーオッケー、そこ隠れろ、そこ隠れろ。オッケー、またね、あのあの角になんかあのよ、めっちゃ泣く白いなんか鶏みたいなやつおるぞ。あ、やはり足音聞かれただけでダメなんだ。うん、あ、ナイスナイス、いいところだね。これ、まあ、ゲーム難易度としてはちょっとお前喋ってんねんから待ってよ。いや、ゲーム難易度としてはね、かなり低いものだと思いますね。いや、すぐにね、なんかリスタートできるし、もう簡単だよ。僕、演技でね、見つかってるだけだからね。こんな簡単簡単、こんなゲーム。タイミングをね、見計らえば、全然余裕なんだよね。で、ここでこう、行くと。で、この首長い先生がそこまで行くと、僕はこう上まで上がると。オッケー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 。下からも来るぞ。よしよし、オッケーオッケー。うわ、やばい、めっちゃいます。あかん。あ、ほら、こっからスタートでしょ。優しいね。余裕だ、余裕。オッケー、で、ここで一瞬でバッと行って、オッケーオッケー。で、一応隠れようか、一応隠れようか。先生来ないか？なんだなんだ？あ、あなたはどこに行くの？なんか可愛らしいやつ出てきたぞ。僕のパパを探しに行くんだ。お願い、私たちを助けて。誰も相手にしてくれない。うるさいねん、ピコ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 。ちょ、静かにして。時間がないの。戻ってきてから、また話そう。うん。嘘つき、嘘つき。黙れよ、お前ら。もうピコピコうるさいね、お前らも。うん。でも、誰も戻ってこない。嘘つき、嘘つき、みんな嘘つき、うるさい、黙れ。おい、一気に静まり返んな、お前。BGM ぐらいくれ。ほんで、何これ。うん。あ、消防船のね、鉄のドアをノックしました。うん、澄んだ金属のノック音が廊下中に響きました。静かになって、少しした後、内側から伝わってくる低い声の、警告が聞こえたみたいです。早く、早く逃げなさい。え？何？消火栓がそう言っているの？て、消火栓が言っているの？なんと喋る消火栓。これはホラーだ。ん？あ、なんか調べられるぞ。なんだこれ。ここには、たくさんの絵本と作業ノートが積んであります。本と本の間に変な正方形のプラスチックのパッケージを見つけました。だいたい2センチ平方で、上に書いてあるアルファベットはあなたにはわかりませんでした。
DUXXX みたいなね書いてます。うん、えでなんかヒントか、ちょっと進んでみましょう。出れた、ここを出ればもう外だ。あ、来た、もうひときわ毛先を遊ばしている先生来たぞ。ひろあき、戻ってきなさい。先生は怒ってます。うん、なんか怒って、怒ってるらしいで。ちょっと戻った方がええんちゃうか？うん、やだ。僕はパパを探して先生と遊ぶなって言うんだ。そうすればママが泣くこともなくなる。おう、ひろあき。なんでちょっと片言になったの？うん、誰があなたに教えたの？早く戻ってきなさい。先生は怒りましたよ。あのね、このことね、言ってたね、キョウキョウっていうね、メガネの僕の親友だよ。うん。あ、逃げてきたということ？ん？妖怪だ。妖怪だ。何言うてんの、お前。池谷先輩みたいな顔すんのやめろ、お前。何あ、何これ？ちょっと待って、縦スクロールのシューティングゲームみたいになってるぞ。なんだこのゲーム。ここ右か。なんと唐突にシューティングゲーム風になっている。先生恐ろしすぎるやろ。あ、いた。あ、このね、なんか机みたいなのにぶつかっちゃうとダメージ食らうっぽいが、これライフゲージみたいな。ライフゲージがないんやから、もう分からへんやろそんなの。どうしたらいいの？ジャンプとかなんかできんのか？赤か。何回か食らったら死んじゃうのかな。いやーごめんね、僕ね、こういうゲーム得意だからね、ちょっとね、ちょっと失敗することはないと思うんだ。うん、先生に捕まりっこないよ。で、どこまで行けばいいんだ。いや、もうほぼ捕まってるような感じだけどね。よいしょ、もうこういうゲーム得意だからね。うん、縦回転は得意なんだ、僕パチスロする人間だからね。縦回転は大丈夫、横回転にやってくると話は別だが、縦回転は。はいはい、場面が変わりましたね。うん、あ、急にね、ほら、パパおしゃれしちゃって、うん、パパ、僕を助けに来てくれたんだね。よかった。大きな雲が、あ、いた。おい、なんで出てきたんだ。悪い子だ。やんちゃがすぎるぞ。お前、ちょっとガソリンスタンドの店長じゃないか。これちょっと全部イニシャル D ちょっと被ってないか。うん。どうして先生を怒らせるようなことをするんだ。あ、来た、青先生。私はお父さんの家の子だけを見ているのではありません。ハニー、ごめんってば。夜はしっかりと。お前その顔やめろ。お前は子供がここにいるのに何バカなことを言っているの。我々は引き続き一連の父親殺害のニュースを追跡します。我々の独占インタビューです。もう急にナウイメガネのね、キャスター出てくるからね。当時の幼稚園の先生へのインタビューで明かされます。お、インタビュー。私は覚えてる、あの頃彼は一人の言うことを聞かない片親の子供で、私は呼ばれ振り向くといつも彼はもういませんでした。こっそりと抜け出し、我々教師を驚かしたことも一度ありましたね。この先生はあれだよね、あの毛先を遊ばしている先生ではないよね。髪型違うからね。彼の父親は毎日彼を学校まで送り迎えしていました。本当に思いもしませんでした、うん、彼が大きくなってもあんな、彼にこんなによくしているのに。ワン容疑者は中学校時代にも一時大きな話題となった。ワン容疑者って言ってるから、これ樹のことだよね。発表する場で直接今やってるのはこれ過去を見ているということなのかな。民主主義と規律をないがしろにした行動です。うん。こう？なんだ？どうしたの、正雄くん？うん。チェ、たかが学生新聞の記者が、なんで威張ってるんだよ。うん、ちょっと待って、これいつきか。ちょっと待って、髪型だけ、お前髪型だけ巧み意識しても、まあ、早くはなれへんぞ。うん。おい、それはどういう目つきなんだよ。まだ反抗するのか。お前がまだまた書く勇気があるかどうか見ていてやるよ、脳なし。もしボスが手加減しろと言わなければ、今日はもっとひどい目に遭わせてたぞ。おい、今行くぞ。あ、じゃあ、おい、行くぞって何なんや。いが一つ多い。
いや、怖かったね。なんかね、マサオくんのね、大群に襲われたね。歯に食ったらしい。うん。あ、キョウキョウじゃないか。どうした、なんか探検隊やん。おー、ちょっとネクタイ短すぎるぞ。うん。ヒロアキ、どうしたの。またあの悪党たちでだろ悪党たちでだろってどういうこと。うん。注意しただろ、もうあいつらを怒らせないでって。撃たれてこんなになっている姿見てらんないよ。立っているのもやっとなんだろいや、そんな足に来るほど足に来るほど顎にもらってないけどね。うん。いつもそうだ、昔から人を心配ばかりさせる。あ、本当に親友なんだね、このキョウキョウは。うん。僕は、はあ、学生新聞の記者として真実の報道を書かなければいけないんだ。嘘を言いたくない。僕は嘘つきになりたくないんだ。そう、それがジャーナリスト魂。なんでいつもそうなのか僕は知っているよ。あ、そうなの。君はまだお父さんの暗い影の下で生きているんだね。あいつは嘘つきだ。ママはあいつのせいでいなくなった。僕はあいつみたいに嘘の中で生きたくない。あ、やはりね、お父さんを恨んでるということだね。うん。わかっているよ。幼稚園からの親友なんだから。でも今は、これはいいやり方ではないよ。学生新聞の、部長も死ぬほど怖がっているから、これからは君の文章を載せないよ。くそ、どうして悪党たちの思い通りになるんだ。まさかみんな知らないのか。知らないからではないよ。バカなの。何その右手。うん。あのボスだって手先に過ぎない。後ろのあいつが命令を下しているんだ。お、何や、どのマサオだ。見なよ、あいつはまだ君を見てもいないのにこんな風にしてしまえるんだ。君があいつより大きくならないと。そうしないと全く相手にならないよ。あいつより大きく。そうだ、あいつより大きくなればいいんだ。何があいつよりって、まさか。そう、そのまさかだ。生徒会長選挙。そうすれば、あの悪党たちももう無法の限りを尽くせないぞ。僕が新生徒会長になるんだ。なるほど、君が学校の中であいつよりも大きな存在に。これはいいやり方だよ。でも急がないと、今日が立候補の締め切りだよ。お前カツカツやないか、お前。そしたら早く先生を探しに行こう。あ、これ一応学校ということ？何なんだろうね。まあ、小学生というよりはもうちょっと大きくなってる気がするけどね。待って待って、さっき職員室から来たところだけど、あのチンピラたちは先生から罰として、職員室の掃除をやらされているよ。あいつらは君を見ても、列を作って歓迎などしてくれない。気をつけて。あ、やつらには見つかるなということだね。わかってるって。でも先生がいれば彼らも大っぴらに悪さをする勇気はないはずだよ。気をつけてやつらを避ければ大丈夫なはず。それでもしっかり守りを固めた方が安全だよ。お、キョウキョウ、さすがやな。さすがお前、強い強いと書いてキョウキョウだ。おう、そうだね、何か使えるものを探そう。うん。もういきなり後ろにあるよ。見てないのに。もう、ノールックで分かってるからね。もうこのカッポン持っていくんか、カッポンっていうか、スッポンというか。うん。おかしな考えがあなたの頭の中に浮かびました。このバケツとブラシは、甲冑と刀にすることができるのではないかと。ん？いや、本当におかしな考えだね。案ずるより、有無が、安し。いっそのことを試してみればいい。その考えがあなたの頭の中をずっと巡っています。挑戦してみるべきかな。うん。いいえって、お前。はいって言わんと進まんやろ。うん。うん。ちょっと待ってよ。トイレのバケツ頭にかぶってよ、お前。たくみーっていう顔すんなって、お前。キョウキョウのせいちゃうぞ。やるって言ったお前やからな。うん。やった。サイズがちょうどいい。わ、
ヒロアキが勇ましく見えるよ。まるでローマの戦士みたい。言いすぎや。何のフォローにもなってないぞ。行こう。出陣して敵をやっつけに。よし、出陣。なんやねん。あ、2いいねもらったぞ。2いいねもらった。はいはい。アイテムを開いたりしてたんだけれども、さっきのね、2いいねがね、一体何なのかさっぱりわからないんだよね。なんやねん、あのいいねは。お前装備整えて。ちょっと行こうって、どう出んの？ここか。わ、なんだ？いいね、このグラフィック。わ、いつからこんなローマ風になったの？ずっとこうじゃないの？なわけあるかい。わ、いつの間にそんなにかっこよくなったの？さっきのブラシは？細かいことは重要じゃないよ。急いで行こう。なにこれ？何？あ、でもなんかボタン押しても何もならないね。横移動しかできないみたいだ。あ、なんか石像見れるぞ。うわ、なんだこれ。あなたはヘラクレスの大理石の石像を仰ぎ見ました。心の中でえも言われぬ勇気が湧き起こります。彼が9つの頭を持つ蛇を倒せたからには、僕があの悪党たちを打ち負かすことができないなどありえない。あー、なるほどね。あなたが自信満々でその場を離れようとしたまさにその瞬間、9つの頭の蛇の金切り声であなたの視線は象の方に向かいました。やられたぞ。あなたはめまいのような感覚を覚えました。一瞬火花が散った後、あなたはヘラクレスが倒れているのを見ました。9つの頭の蛇が彼に絡みつき、ヘラクレスの号泣する声が世界中に響き渡ったようでした。あなたは極度のパニックに陥り、信じられずに目を閉じました。不安な号泣する声が絶えず、あなたの頭の中を行きつ戻りつします。あなたは頭を振り、目を覚まそうとしました。声が消え去った後、あなたは、これら一切が幻であったことを喜びました。少なくとも、あなたはこれが幻だと思いたい。いや、お前想像力豊かやな。一瞬お前あの石像を見ただけでお前そこまで。あ、そうなんだ。想像力豊かだね。これは何？アンロック、1997、これか？あ、ごめんなさい。これ新聞記事はね、長いんで、めんどくさいんで、僕は読まないです。はい。読みたい方はね、ちょっとね、一時停止していただいて、で、この記事ね、見てください。はい、ということです。あ、またね、こういう画面になりましたよ。横スクロールが良かったな、僕。お、なんだ？セーブポイントじゃないの？これセーブポイントあるぞ。いつき、ほら。こんなところに像なんてあったっけ？前の総統が就任した時に運んできたんだよ。大方校長が、また、ごますりをしたんだろ？これを見て、張り紙があるよ。どうしてこんなところに、おどろおどろしく書いてあるのかな？遠くから来た旅人よ。希望を捨てなさい。英雄も、豪作も、皆、巨大な鳥の鋭い爪で屍となりました。一瞬に次ぐ一瞬の攻撃が、まるで彼のように押し寄せ。彼のようにじゃないよ、波のようにだよ。しっかり読め。たとえあなたがそれぞれの攻撃の衝撃に耐えたとしても、反撃するのは困難です。もちろん、試してみる、見るのもいいでしょう。ただし、あなたの生命には限りがあります。避けるのが、最上の方策です。避けるのがいいってことね。ガードもできるけれども、避けた方がいい。何これ、戦えって言ってるんじゃないの？バトルパートか？ついにバトルパートに入ってきたか？よし、やってやろうじゃないか。急に出てくるぞ。急に出てくる。あ、はい。はい、ヒロアキ。どうも。あなた誰？こんちくしょう。やるか？僕には武器があるんだぞ。ちょっと挨拶してきただけでしょ？これの袋みたいなやつ。怖がらないで、怖がらないで。あんたに因縁をつけたいんじゃないよ。逆だよ、あんたの手伝いをしたいんだ。ヒロアキ、彼の目はとても誠実に見えるよ。嘘は言っていないと思う。だからなんやねその右手は。実は俺だって人を傷つけたくないんだ。でも、世渡りするためには屈しないといけない。もし言うことを聞かなければ自分が悲惨なことになる。でも俺は思うんだ。もしあんたがあいつらを打ち負かすことができたら、そうすれば俺たちはみんな救われるよ。俺も怪物同様に人を傷つける必要がなくなる。どうやって僕を手伝う つもりなの？落ち着きな。あっちで守っているのはみんな百戦錬磨の使い手だぞ。あんたのオンボロ甲冑と錆びついた刀じゃあいつらに対抗することなんて全くできまないよ。できまないよ、そんなんじゃ。おい、言い過ぎだぞ。この装備はとってもかっこいい。お前ら形から入るタイプやな。いいんだよ、それで。そうだ、あんたは道理がわかる人間だ。あいつらの技にあんたが対抗できるように実際に訓練をしよう。はあ、いい考えだ。何？ほう。あ、ちょっと待って。こっち2いいねのよ。お前4いいねももろてるやんけ、お前。受けろ。これが我々一派の奥義の一つ。はあ。あ、
敵の攻撃の瞬間 Y を押すと盾を使って防ぐことができます。あ、はい、これね、はい、いてててててうん、この程度防げないと盾を持ち上げてもう一度、うん、敵の攻撃の瞬間 Y を押すと盾を使って防ぐことができます。あ、敵の攻撃の瞬間か。 OK、 おい、いた、ちょっと待って、ちょっともういいねじゃなくても低評価ついてもうたぞお前、うん、来い、あか、いや難しいな割と、タイミングを、ほいほい、あ、これ3連撃を防ぎきらないとダメなんだ。オッケー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 、もう大丈夫、もう大丈夫、トントントンね、オッケー、いいね、三段攻撃を受ける基本はマスターできたね。今度は攻撃を試そう。隙をついて攻撃するんだ。 A を押すと剣を使って攻撃できます。うん、あ、えい、じゃあ本番を始めよう。ちょっと待って、お前不公平やろ、こっち散々ボコられて僕一回お前切りつけただけだぞ。ああ、お前高評価3低評価1つやろ、こっち低評価1つやぞ、お前見るに耐えれないな。ほらほら、はい、お前3連撃ばっかりやろ、どうせ、はいはいはい、で切る、はいはいはい、で切る、はいはいはい、で切る切る、あ、あ、よかったか、よかった、何や、あ、倒したか。もう動きの神髄をつかむ、あいつらに出くわしても恐れることはない。ありがとう、でも僕手伝って大丈夫なの？俺にもわからない、なんなら僕たちの仲間になってよ。本当？俺のようなやつでもあんたたちの仲間になっていいの？大歓迎だよ。先にお礼を言っておくよ、ヒロアキ、俺の目に狂いはなかった、あんたは俺たちの希望だ。ここにラッキーコインがある、あんたに渡そう。あ、いいねもらったぞ3いいねになったね、ラッキーコインを手に入れた。ちょっと見てみよう。いや、ないんかい。え、ラッキーコイン見せてよ、ラッキーコイン。はいはい、このね、メモの中にはラッキーコインになるものはね、ないみたいだ。はい、ということで、なんか進んでいくっぽいよね。うん。あ、見て、あそこにいるよ。どうすれば避けることができるかな。さっきあの鳥の化け物が草むらから飛び出してきたのを覚えている？お前、仲間のことを化け物って言うのやめろ。うん、ひょっとしたら草むらの中に隠れることができるんじゃないかな。あ、なるほど。草むら？あ、こういうことか。オッケー。こういうことね。で、ステルスで基本進んでいって、最悪エンカウントしてもうたら、戦わなきゃいけないということ？うわ、おるぞ。やばいやばい。ちょっと待って、これ。やば。ちょっと狼男みたいなおったぞ、狼男みたいなやつ。あ、ここは隠れられないんだ。気をつけろ。ちょっと待って、BGM ぐらいください、BGM ぐらい。なんか石像あるぞ。これほら。目の前に大理石で作ったキューピッドの、うん、彫像があります。空の弓を引いていて、手には矢がありません。ひょっとして誰かに持っていかれたのか。あ、矢を探してあげないといけないってことか。はあ、これはね、何かのヒントだぞ。気をつけろ。あ、なんだ、なんか恋心を抱いているフクロウがいるぞ。仲間か、これ。これ、ちょっと話しかけてみる、話しかけてみる。あ、なんか虫眼鏡マーク出たね。すいません、すいません。真面目に遠くを見ているみたい。誰を見ているのかはわからないけど、両目で真剣に見ていた。うん。いや、それだけかい。いや、それだけか。じゃあ話伺って。うん。あ、無理？あ、そう。え？いやー、僕ね、ちょっと、鳥類は苦手。はい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 、そんなこと言ってる場合じゃないんです。いや、マジで BGM ぐらいちょうだい。BGM もらえないか？こっち側通れるやんけ。ん？ちょっと待って、どこが、通れ、なんかもういろいろあるぞ、アイテム。アンロック、処罰表。処罰表？うまく立ち回ろうとして、帰って、なんかちょっと見にくいね。帰ってしくじる2。うん。すでに発行された処罰表。上には大きな赤い字で、重大過失1回と、うん。なんかいろいろ書いてるけど関係ないんかな、これ。もうええわ。なんか傘あるぞ、傘。傘立ての中に細長い矢があるのを見つけました。お、これじゃ。うん。これやん、これやん。うん。大方、弓道部でしょ？漫画を読みすぎかい？ここは日本じゃあるまいし、どこに弓道部があるの？うん。あ、日本のこと分かってるんだね。あ、そうだね。あ、とりあえず持っていこう。後であいつらを相手にするときに使えるかもしれない。あ、矢装備できるのかな？矢を手に入れたから、こいつにね、渡すんじゃないか？キューピッド、これは何なんだろう？こんな人知らないな、有名人？手にはどうして矢がないのかな？まさか、この一本ってことはないでしょ？そんな、現実離れしたことがある？お前、どこにお前、何が気がかりやねん、お前は。うん。頼みますよ。英語の授業にも出てきたよ。キューピッドは愛の神。彼の放った矢は、最初に見た人に恋をさせるんだよ。あ、今日物知りだね。うん。試してみないで、どうしてわかるの？試してみよう。矢をキューピッドの弓の上に置きますか？あ、これで、
もう角度的に完全にあのキョロキョロしてるやつをね、なんか撃ち抜く感じだ。そしてこの下側にいるね、もう一匹がなんか恋心を抱いている。これは何か起こる気がするぞ。やってみよう。うん、鉄の矢をセットした後、待って鉄の矢なんだ。殺傷能力そこそこ高いけど大丈夫か。キューピッド像が少し震え出し、ピンと張られた弓弦って読むんかな、弓弦かな、が目の前の、巨大な鳥に向けられました。矢は弓の上で放たれません。ほん。しかしキューピッドは、使命を持っているかのようです。あなたが小さな声で彼に命令を下すだけで、彼はきつく握った右手を開くかもしれません。キューピッドはまさにあなたの命令が一声下るのを待っています。射撃の命令を下しますか？あ、なるほど。あ、僕がゴーって言わなきゃいけないってこと？あ、ほんならオッケーオッケー。あのね、じゃあ、どうせなら、やっぱりね、胸に当てたいから、こっち向いた瞬間ね。1、2、3、いけ！オッケー！ギャー言うたけどね。うん。あなたは軽く言いました。はっしゃ！キューピッドは右手を離し、鉄の矢は飛ぶように目標に向かっていきます。あ、誰か、俺の尻に矢を言った。ちょっと待って。ケツに刺さったの？お前。完全にお前。お前、真の像にお前クリティカルヒットしてんだか？うん。どうしてか頭が少しクラクラする。うん、それはね、急所に当たっているからだよ。どうした？走り出した、走り出した。どうした、どうした、お前。うん。ヒロアキ、俺はお前を愛している。お前のためなら何でもできる。うん。それはよかった。会長選挙で僕を支持してね。いい？わかった、俺の愛する人よ。一番頑固な人間でさえ投稿させられるのをこの目で見て、あなたの自信は大きく震えました。はい、ということで今回ね、このゲーム、まあ、ジャンルがね、なんかサスペンスなんだったかな、アクションなんてらかんてらだったと思うんだよね。でね、なんか縦スクロールのねシューティングみたいになったり、そしてねステルスアクションがあったり、そしてなんかねバトルパートもありましたよね。はい、この先おそらくねいろんなゲームシステムというかね、ジャンルがこの先出てくるものだとね思われます。さあ一体どうなっていくんでしょうか。今回はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。